はい、横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、テタニ、発音どれが正しいんでしょうね。テタニ、テタニ、まあどっちもいいですけども、テタニという病気じゃないですよ、症状です。はい、症候の一つ、テタニという症状について言ってみたいと思います。はい、ではテタニという症状はどういう状態でしょうかね。自分の意思とは関係なく、手足など、筋肉が痙攣を起こした状態。はい、痙攣ですね。手足の痙攣。ちょっと分かりにくいですよね。自分の意思と関係なかったら、よく似たようなのありますよね。まあ、いろいろありますけども、まあ、後で説明しますけども、ちょっと分かりづらいですね。病気の名前じゃないですよと。一応、症状ですけども、こむら返りと認識されることもある。こむら返りだったらですね、皮膚筋痙攣とか、別の言い方もあると。だからテタニーっていうのはいろんなものを含んでるんでしょうね。非常に、ちょっと把握は難しいですね。それですね、一番よく起こることは何か、真ん中に書いてますけども、電解質異常。はい、これも何本か動画上げてますけども、電解質異常でも起こることがありますよと。他のでも起こりますよ。他にも起こりますけども、いろんなことでも起こりますけども、電解質異常で起こることが多い。はい、テタニーというのは手足に起きるしびれですよと。いうことです。では今日のテーマです。テタニーです。はい、でテタニーですけども、電解質異常で起こりますよと。低カルシウム結晶とか低マグネシウム結晶とか、これ動画上げてますかね。上げてると思いますけどね。低マグネシウム結晶とか上げてますけども、低カルシウム結晶も上げてると思いますけども、はい、電解質異常で起こりますよと。電解質のバランスの異常でですね、要するに血中のですね、カルシウムの濃度が低い、マグネシウムの濃度が低いと、そういうような状態になると、はい、起こりますよと。このテタニーという症状が起こるということです。で、副甲状腺機能低下症、これも動画上げてますけどね。はい、要するにカルシウムをですね、調整するホルモンを出すところですね。副甲状腺ホルモンっていうホルモンは、カルシウムを、このホルモンがカルシウムのバランスを保つためのホルモンを出してる臓器ですから。で、その副甲状腺機能が低下するとですね、カルシウムが低下してですね、分泌が低下してカルシウムの障害が生じるということで、テタニーになりますよということです。で、カルシウム、マグネシウムのバランスが崩れるのは、他の病気でも一応崩れますよということです。電解質異常を起こすものってクル病とか、腎臓が悪いとかですね、尿細管アシドーシスとかですね、過換気症候群とかですね、それから薬ですね、利尿薬使用するというようなこと、こういうことでも起こりますよということです。はい、次行ってみましょう。はい、ではテタニーの症状ですね。自分の意思とは関係なく、手足の筋肉が痙攣を起こすと。筋肉が強く収縮しますよと。痛いこともありますよと。はい、で、どういう時に誘発されるかということですが、顔の一部を叩いたり、はい、血圧測定の器具で腕を締めたり、締め付けるとかの動作に関連して誘発されることもありますよということです。で、電解質異常の時のテタニーの場合は、電解質異常の症状が他に出るわけですね。電解質異常の症状が全部出ると。まあ、それはもう他に動画上げてますから、まあ、そちらを見てください。はい。その症状も同時に誘発するということです。はい、次行ってみましょう。はい、でテタニー症状、もうちょっと詳しくいきますけども、さっき言ったようにカルシウムとかマグネシウムの血中の濃度が低下して、末梢神経の興奮ですね、末梢神経が興奮して筋肉が持続的に硬直すると、こういうことが起こる。それで、手とか足とかの先、口の周りとかですね、がしびれたりとかするということで、で手足の痙攣は助産婦の手兆候、はい、呼ばれる手をこうすぼめたような形になると。それから呼吸困難、危ないですねこれね、呼吸困難、喉頭のですね、前鳴とかが起こると、ヒューヒューゼーゼーといったような、息ができないような、こういうこともありますよということ。あと他の症状として下に書いてますけども、はい、痙攣とか胃液とかで、胃刺激性、筋肉の練習とかですね、もちろん新鮮、もう新鮮も含まれてるわけですよ。分かりづらいですよね。新鮮って手足が震えることですね。新鮮も含まれてる。
まあ、吐き気とか、まあ、そういうようなものも出る。チアノーゼ、呼吸困難に伴うようなチアノーゼとか、こういうことも出るということで、非常に幅広いということです。はい、次行ってみましょう。はい、でお医者さんたちがまとめているこのテタニーという症状が出る病気というか、まあ、原因ですね。原因は何かと、もうこれざっくり言っていきますけども、甲状腺機能の低下、はい、甲状腺機能が低下すると、はい、なりますよと。甲状腺、ですね、わかりますね、喉のところですね、喉のところのハートマークみたいな形した臓器ですけども、ここをですね、このここの機能が低下すると、副甲状腺の機能が低下するためにテタニーが出ると。でバセドウ病の人がですね、この喉のとこ手術するとですね、術後にテタニーが出ますよということです。それから腎臓ですね、腎臓でカルシウムの排出が正常に行われなくなると、要するに腎臓の疾患、それから原発性のアルドステロン症ですね、副腎皮質の異常によってアルドステロンというホルモンが過剰に出るとですね、ナトリウムとカリウムの、はい、排泄を促すホルモンですからね、まあ、バランス崩れはですね、まあ、まあそういうことですよ。全部は説明しませんけども、はい、カルシウムイオン減少して最終的にテタニーが起こるということです。はい、わかりますね。それで、さらにですね、テタニー症候群で一番多いのが過換気症候群という、要するに過剰、まあ過呼吸ですよ。過呼吸で呼吸性のアルカローシス、という状態でですね、血中のカルシウムの濃度が低下してですね、でテタニーと起こりますよということです。でお医者さんが言ってる原因下の方にありますけども、こんだけありますよと、まだいっぱいありますよと言ってるわけですね、副甲状腺のものとか電解質異常とかですね、クル病とかバーター症候群とかですね、もう全部言いませんけども、そういうようなもの、呼吸性のアルカローシスとかアシドーシスとか、ね、こういうことで起こりますよ、アルドステロン症で起こりますよ、これだけ言ってるんですけども、まだ実はですね、2つあるわけですね。まあこのチャンネル見てらっしゃる方分かると思いますけども、一つはまあ薬ですよ。薬がいっぱいあるんですけどね、お医者さんで言いませんけど、あと2つあるわけですね、では次行ってみましょう。あと2つ原因があるわけですね。同じテタニーというものに何があるか。テタニーというのが ありますよ。何ですかということですけども、テタニーはクロストリジウムテタニーという菌ですね。クロストリジウムテタニー菌という菌がいますよと。この感染症ですけども、感染症というと正確にはですね、これが出す毒素ですね。毒素が問題なの。また後で言いますけども、この毒素が問題なんですけど、この菌。はい、土とかですね、動物の糞便とかにいて、人間とかの傷口からですね、体内に侵入すると感染して中で毒素を出すわけですね。で、これが神経に異常を与えてですね、筋肉が硬直痙攣すると、呼吸困難も起こしたりすると、非常に危ないですよ。死ぬこともあるわけですね、そういうような菌ですよと。それが起こすのがテタニーということです。はい、次行ってみましょう。はい、クロストリジウムテタニーの症状ですね。テタニー菌が起こす症状ですけども、はい、顎とかですね、まあ、筋肉の硬直とか、まあ、痙攣、痛みとかですね、特に顎とか首の筋肉の硬直とかですね、痙攣、連縮ですね、さらに呼吸困難、危ないのは呼吸困難、嚥下障害とか、嚥下困難とか、こういうことが現れますよということです。はい、次行ってみましょう。はい、でクロストリジウムテタニーって何かと言います、こっちの方が分かりやすいですね。破傷風菌のことです。はい、わーてんてんてんがあるやつですね。破傷風トキソイドってやつがあるやつです。わーてんてんてんが売られてるやつですね。破傷風菌、別名って、別名というか本名ですよね。クロストリジウムテタニーというと、はい、でこのテタニーが起こすのがテタニーという症状ということで、破傷風の病原体ですよ、グラム陽性ですよ、嫌気性ですよということ、大型の換菌ですよと。で世界の土とかですね、そういうところにいるわけですね。どこでもいますよと。はい、傷口から侵入してですね、体内に入って毒素、破傷風トキソイド
という毒素を出してですね、死ぬことありますよ、危ないですよということです。で、1889年ですかね、はい、エミール・フォン・ベーリングと、有名な北里柴三郎、皆さんご存知の北里柴三郎が初めて純粋に培養したと、培養に成功したということです。これが破傷風菌と、クロストリジウムテタニということです。はい、次行ってみましょう。はい、でもう一つ原因があるわけですね、お医者さんたち言いませんよ、言いませんけども、薬剤が原因と思われる場合は薬剤、原因薬剤を中止を検討しましょうということで、知ってるわけですね、お医者さんたちは。薬が起こす薬たくさんありますよということで、チャット GPT-4 に聞いてみましょう、質問してみましょう。テタニ症状を起こす薬ですね、医薬に全部出してねと、起こす薬あるでしょと、全部教えてねと質問すると、さあチャット GPT-4 の回答です。はい、テタニ症状は、はい、どうたらこうたら、さっき言った質問、私が説明しているようなこと、まあ同じようなこと言ってますね。カルシウムの濃度の低下とか、はい、末梢神経が興奮しと、筋肉が痙攣すると、硬直すると、症状ですよと。以下のテタニー症状を引き起こす原因となる医薬品は以下の医薬品名ですよと。要するにあるわけですね。あるから出してくれました。はい、どういうものが一般的にあるか。テタニーを起こす薬。はい、利尿薬、全部です。はい、利尿薬は全部。まあ、覚えておきましょう。利尿薬、テタニーを起こす代表的な薬剤は、利尿薬は全部ということです。あと、他にもありますよと、たくさんありますよと、フルオロキノロン系の、こういう薬剤、すごいですよね。フルオロキノロン系の抗菌薬とか、こんなのでも起こすわけですよ。抗菌薬、合成抗菌薬とかでも起こす。はい、間違ってますね。チャット GPT、デスノーマブ。デノスマブでしょ、チャット GPT 間違ってないですか、デノスマブですよね。デスノマブですか、いや、デノスマブですね。はい。卵膜。うん、はい。骨粗鬆症の治療薬。これでも起こしますよ。カルシウムが、濃度の低下を起こりますからね。ということで、これらの医薬品はテタニー症状を引き起こす原因として知られてますよと。チャット GPT も知ってますよということです。では、次のスライドから添付文章を見てみましょう。はい。次行ってみましょう。はい、では医薬添付文書を見ていきます。はい、まず1枚目、ボンビバーという薬です。イバンドロン酸ナトリウム水和物という薬です。何のじゃの薬かというと、骨粗鬆症の治療剤ということです。はい、では見ていきますが、はい、重大な副作用ということで、低カルシウム結晶、はい、電解質異常が起こりますよ。で、その症状の中に痙攣、テタニー、しびれとか、こういうことが起こりますよと、QT 延長とかですね、他そういうことも起こると、こういうのを伴う低カルシウム結晶が認められますよ。要するに電解質異常の低カルシウム結晶、他にも電解質異常いろいろありますよ。低マグネシウム結晶とかですね、低カリウム結晶とかですね、低ナトリウム結晶とかですね、他の電解質異常でも全部そうと、全部起こるということです。そういうふうに書かれていたら、テタニーを含むということです。気をつけなきゃいけないのは、テタニーと書かれてなくても電解質異常と書いていたり、低カルシウム結晶と書いていたり、他の電解質異常と書いてたら、テタニーが出るということです。はい、次行ってみましょう。はい、では医薬添付文書2枚目見ていきます。はい、メイロンという薬です。炭酸水素ナトリウムという薬です。はい、別に危ない薬じゃないですよ。炭酸水素ナトリウムですから。重曹ですよ。はい、別に舐めたって食べたって、なんてことないですよ。全然安全ですけども、じゃあそれを直接注射で打ち込むと何か起こりますかということですが、はい、何が起こるか見てみましょうか。直接打った場合ですよ、舐めても食べてもどうもないですよ、どうもないですけども、はい、いろいろ起こりますよ。はい、電解質アルカローシスになりますよとかですね、高ナトリウム血症とかなりますよとかありますけども、今回のありますかね。はい、過剰投与した場合、骨格筋、はい、テタニーが起こりますよということです。はい、安全なものでもですね、直接打ち込めばこういうことが起こるということで、安全ですよ、安全なものですよ、安全なものですけども、安全なものでも使い方次第ということです。はい、次行ってみましょう。はい、最後ですが、最後もう一枚医薬添付文書を見ます。エルカトニンという薬です。
はい、骨粗鬆症の治療図、同じですね、同じジャンルの薬ということで、見ていきますが、どういうふうに載ってるかということですが、はい、下ですね、テタニー、はい、低カルシウム血症性テタニーって、こんな名前までついてるんですけども、低カルシウム血症性テタニーを誘発することがありますよ、はい、誘発しますよと、薬が誘発しますよ、起こしますよと。ちゃんと言ってるわけですね。製薬会社隠しませんよ。ちゃんと出ますよと。薬が起こしてですね、症状を誘発しますよということはこういうふうに書かれてあるわけです。ついでに喘息も下ですね。喘息の発作も出ますよということです。はい、最後ですが、こういうふうにですね、テタニーの原因は、お医者さんたちはですね、副甲状腺機能低下症とか、腎臓の疾患ですよとか、原発性アルドステロン症ですよとか、そういうことしか言いませんけども、実はですね、こういうふうに起こす薬実はたくさんあるということです。はい、でテタニーとこういうふうに書いてくれてるのもありますし、低カルシウム血症とか電解質異常と書かれてるのがたくさんありますから、それも全部です。それから個々バラバラにですね、心線とか震えですね、心線とか痙攣とか筋肉の強直とかですね、それから皮膚筋痙攣とか小村帰りとか、そんなような書き方してるのもたくさんありますから、はい、それを入れると幅が広がりますから、ものすごい数ですね、テタニー症状を引き起こす薬というのは山のようにあるということです。はい、最後ですが、はい、前回ですね、学問ですね、腐った学問ですけども、優生学という腐った学問がありましたけども、それをお送りしましたがですね、知っとかなきゃいけないのは、学問がですね、腐ってるやつもあるということです。はい、まさか学問がですね、腐ってると皆さん思いませんよね。でもあるわけです。実際優生学とかはそうです、腐った学問です。そういう学問と同じようにですね、今現在進行形でですね、皆さん気づかないでしょうけども、腐りかけの、まあ、腐ってますね、もう腐ってる学問があるということ、それが代表的な学問がですね、医学、薬学、まあ、もう一つ看護学まで入れときましょうか。同じですからね、一緒にやってますから、看護学、こういう学問はですね、腐ってるということです。まさか学問がですね、病気をたくさん作り出してると皆さん思ってないでしょうけども、実際はですね、病気をたくさん作り出している学問もあるということです。はい、最後ですが、今回はテタニー症状についてお送りしました。ありがとうございました。